ここからは記者解説です。文字の形が分かりやすく、ディスレクシアの人にも認識しやすいという UD フォントについて、取材したテレビ朝日社会部の西井裕樹記者に聞いていきます。西さん、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。この UD フォント、まだまだ知らない方も多いと思うんですけど、一体どんなフォントでどんな風に今回取材するきっかけがあったんですか そうですねあのまず UD フォントの UD というのが何かというとこれはユニバーサルデザインのことなんですねユニバーサルデザインの概念を取り入れて設計されたフォントということになります。 えなので明確な基準は実はこれないんですけれども、ただ、フォント開発会社各社がですねあの読みやすさであったり見やすさであったり、そういったものをこう独自の基準を設けて作ったフォントということになります。今回、取材に協力いただいた森澤さんに関しては、見やすさや読みやすさ、そういったものについて、大学ですとか、あるいは医療機関などの第三者機関とともにですね検証していて、実際にエビデンスも取得しているということなんです。 でえーまあ、この UD フォント自体はですね、まあ、私もちょっと素人の割にはフォントの方は詳しいというところで,ですね10年以上前に開発されていまして古いものだともう15年以上前になるということでその歴史は非常に古いんですけれども、えーえー、なので個人的には知っていたんですがただフォント会社の,その森澤さんの担当者の方とお話ししているとですねまだまだやっぱり UD フォントが存在する理由についてなかなかご存じないという方もいらっしゃるということを知りました。 で実は Windows のパソコンでもですね UD フォントというのは使えるんです。で、えー、もう実際にインストールされているんですけれどもその存在を知っていても「あ UD っていうフォント確かにワードとかで使えるよね」っていうふうにその存在を知っていてもなぜそれが存在するのかっていうのを知らない方っていうのは私の前にも結構いましてだったらこれはちょっとちゃんと1回なぜそれがあるのかということも調べてみる必要があるんじゃないかなと思いまして今回取材を決めました。 で実際に取材を通しましてです、ね、あのディスレクシアの方ですね今回あの、西川さん VTR にも登場いただきましたが他にもです、ね、眼鏡をかけても視力が出ない、えー、ロービジョンの方、えー、文字を理解するのに困難を抱えていらっしゃる方というのがたくさんいらっしゃるということも私自身初めて知りました。 で中にはですね UD フォントによって文字が読みやすくなったと人生が変わったと西川さんおっしゃってましたけれどもそれくらい大きな変化をもたらすものであるということも分かりましたまさにねこの今ご覧いただいている VTR にも出てくれていたディスレクシアの大学生、はい、西川さんあの本当に UD フォントのおかげで本を読むスピードが全然変わったりだとか本当に劇的に生活が改善されたということを話ししててくれてましたねこのディスレクシアについて改めて教えてください。 はい分かりましたそのディスレクシアが何かと言いますとですねよく勘違いされるのはこれ病気だとかあるいは字が読めないそれはもう間違いですで。ディスレクシアというのは学習障害の1つのタイプとされていまして知的能力にはこれ全く問題ないんですけれどもただ文字を読んだり書いたりするということについてだけ限定したその困難があるということなんですね。で一般的には例えばそののひらがなとという文字を見ますと それをあというふうに読むというふうにこう紐付けがされていると思うんですね見たものをすぐにあというふうに発音するその紐付けができるんですけどディストレクシアの方の場合はですねそれがうまくいかなくてですねあという文字を見てもすぐに ああという,ふうに読めないんですね、時間がかかってしまうで、えー、理解するのに時間がかかってしまうということで,です、ね、どうしても、えー、読みづらい、読みづらさがあるということが根底にあるということなんですで、さらに文字の形ですね、それを認識する視覚的な処理の部分についても難しさがあったりですとか、えー、一生懸命読もうとしてです、ね、集中して一生懸命こう目を凝らすことで,です、ね、逆にこう字が読みづらくなってしまうというようなこともあるということです。 えですからその人によって文字の見え方というのは非常にさまざまでして今、出ていますけれどもアルファベットの小文字の P と QB と D といったですねこう反転したら同じような形になる文字ですとかあとは数字の6と9えそれからひらがなのへとく角度が変わるとこれもまた似たような字です。あととは数字ののアルファベットの Z 形若干違うんですけども似てるといえば似てると思うんですけどもこういった文字の区別がつきづらいということなんですで。今回その取材に応じてくれた西川さんの場合はですね他にも細い部分がこう消えて見えてしまったりとかですねあとは字のバランスがちょっと取れてないように見えてしまうそれから「明朝体」と呼ばれるあのフォントがあるんですけれども書体があるんですがその鱗と呼ばれる部分あの装飾の部分なんですけれども三角形に。 なってるる部分があるんですね民調体には今出ていますけれども丸がついている部分ですねここが鱗と呼ぶんですけれどもそういったところをこう見てですね気にしてしまって、えー、気分が悪くなってしまうということもあるんだそうです。 でこのディスレクシアですがあの当然、日本人だけに限ったことではなくてですねあの世界中の著名人の方でもディスレクシアを公表している方もいらっしゃいますあの映画監督で E.T. ですとかあの非常に有名な名画をたくさん撮っていらっしゃるスティーブン・スピルバーグ監督ですとか俳優のトム・クルーズさんなんかもですねディスレクシアであるということを公表されています。 まあさらに言うと日本語であれば平仮名か高な漢字とありますからディスレクシアの方にとっては本当にあらゆるところが気になってしまったりこう理解するのが難しいこんだ混乱してしまうというようなポイントがよりありそそううでですすもんねそうですね、まあうん、あとそのフォントによってこう見え方もずいぶん違ったりあとはまあその明るさによっても違ったりするそうなんですけれども、うん、本当にもう見え方というのは人それぞれ様々だということなんです。うん でそんな方にも本当に見やすいという風な話の UD フォントですけども具体的にどんなところがまいわゆる使われてたフォントとは違うんでしょうかあ、そうですねじゃあちょっとこちらをご覧いただきたいんですが本間さんいかがですかねこの文字を見てちょっとどんな印象を受けるか いやもう圧倒的にやっぱり上の方が視認性は高いですよねそうですよねあの,、まあ、あのなんていうんですかね流れるようなデザインだとか洗練さとか、うん、なんていうか聡明さみたいなものは確かに下の方が感じる気がするんですな,なんか教科書に載ってそうちょっとある意味カッコつけた感じの <laughs> 文字には見えなくもないんですけど <laughs>、うん、あのやっぱり読みやすさ パッと見て認識しやすさで言うとやっぱり上の方がはっきり見えますねそうですよねあの線の太さがもうおっしゃったようにその通りなんですけど線の太さがもう全く違うんですねこの細いところを太くされているというのがもう最大の特徴ですでこのまあ ud デジタル教科書体と呼ばれるフォントなんですけれども元々ですねあの既存の すでにあったさまざまな教科書体、これ教科書体会社が各社それぞれ自分の字を作ってたというところでもうあの教科書体と一口に言っても教科書会社によって全然文字の形は違うんですけれども、その既存の教科書体一つ一つをあの高田さん研究されましてゼロから開発された UD フォントということなんですね。で元々は高齢者の方、ちょっと老眼であの目がこうあの遠くなってしまっている方ですとかあるいはロービジョンの方 に読みやすいいい文字を作ろうといううととととここで開発されたということなんです。で、そういったあのロービジョンの方ですとかあるいはロービジョンの方を支えているボランティアの方とかそういった当事者の方皆さんにです、ね、いろいろなこうヒアリング調査を行いまして、えー、ヒアリングを行って文字を作ってちょっと見せてでまた修正してヒアリングをっていう、まあ、そういうことをもう何回も何回も重ねて。 8年かけてようやくリリースされたのがこの UD デジタル教科書体というフォントなんだそうですね。で高田さんによりますとですねその教科書体の場合はあの教育現場で字の形を覚えるためにある文字という要素もあるということなんです。ですからただその文字を太くするだけではだめでこの払いの部分とかこれです、ね、払いの部分とか止めの部分っていうのを 分かりやすくする必要があるということでうそういったところにもこだわったということなんです。で、初期の頃はですね、その払いの部分を止めで作っていたりして、見せたところ、2センチぐらい作って見せたところ、これじゃだめだと、止めになってるじゃないか、払いじゃないとだめだということで、そのせっかく作ったものをまたゼロから作り直したりですね。あの通常のフォントですと4年くらい あのかかるそうなんですけれども、これ8年かかったということで、まあ、どれだけ苦労して、はい、あの作られたフォントであるかということがうかがい知れるかと思います。であの、フォントにはですね、それぞれあのゴシック体ですとか明朝体ですとかさまざまなあのフォント会社が設計したさまざまな字の形があるんですけれども、まあそうですね、ゴシック体の Ud バージョン、明朝体の Ud バージョンといった具合に、まあ全ての書体が網羅されているわけではないんですが、さまざまな Ud フォントがあります。 そうか今回はあの教科書体について最初にねあのあの見せてもらいましたけども、はい、あのゴシック体のこう U D フォントもある明朝体もある、ね、はいあの V T R の後半の方であ,<ー>あの富士通さんの えとちょっと書類ですとかあとは東京メトロさんのアプリもあれは新語、えー、宿体ですね UD 信号というまた、語宿体のフォントなのでこの教科書体とはまた別のフォントになりますうんいやなんかあの見てて思ったのがそのディスレクシアの人はそのなんだろう形を認識するとかバランスが気になるとかいうのもありましたけ、うん、ど、ね、あのロービジョンの方眼鏡をかけてもなかなかこう視力が出にくい方にとってはたぶ、うん多分こう潰れて見えちゃったりとか。うん すするることとがあると思うんですよねだからそうなるとあのくっつきすぎててもダメ太くすると多分文字って普通くっついていっちゃう隙間はなくなっていく傾向にあると思うんですけどそうすると今度は潰れて見えちゃって認識しづらいらその隙間は開けなきゃいけないんだけどでも文字は太くしちゃってすごくこのデザインの上でもかなり苦労があったんじゃないかなと思いますね。ままさにそうでですすね VTR の <laughs> の中でももああったと思いますけれどもあの テストで作った文字にこう赤をたくさん入っているようなシーンがあったと思いますもうんですけど本当に苦労されて作ったと思いますあの高田さん、最近本も出されたんですけれどもはい、はい、私、あのもうしっかり読んだんですけども,もう大切なところを付箋貼っていったらもう付箋だらけになっちゃって <laughs> もう本当に苦労されたんだなというのがよくわかる一冊でしたね。 はい、あの先ほど、あの西井さんも読みやすさのエビデンスがあるというふうに話していましたけれども、この高田さんは自分の作ったフォントが本当に見やすいかどうか、なんかこう、エビデンスがあるってことです、ね、あそうですすねねそう実際にこの高田さん、このフォントを作るときにですね、UD フォントのこう社会的な需要がこう高まっていく中で、ですねあのデザイナーとして、こうしたら見やすいだろうということで、最初は作ったと、試しに作ったと。はい ただ、本当にこれ UD と名乗る上でその感覚で作っていっていいのかというふうにこう自問自答されたそうなんですね。で、勝田さんはですね自分の作ったフォントが本当に見やすいかどうかというのをロービジョンの、まあ、研究されている専門家の先生にこう見てもらってでその過程の中で、えー、ロービジョンの子どもにあの教育現場で使えるフォントがないということを知って今回の,この教科書体を作ることになったということなんです。 その過程でディスレクシアの方にも見やすいフォントであるということが 分かったとということなんですね、うん、特にね子どもたちはその文字を使って学習することがたくさんあるわけですからそこでつまずいちゃうとね先ほどね VTR に出てくれた方もそうですけどその勉強はしたいんだけども他のところで能力とかねこう力を使いすぎちゃってもう疲れちゃうってことがあるとその先になかなかいかないからよりこう教科書体っていうのはね多くの人に影響いい影響をねあの与えてくれますよね。 本当にそう思いますあのディスレクシアの研究されている先生にもお話をお伺いしたんですけれども本当にこう読み進めるのがあの困難なので前日に当当ててられるる音読の当てることとかあったりしますよね、はい、だからもう前日に教科書を丸暗記してあのもう読みあの当てられた時にこう読んでる風にやってるけど実際は丸暗記しているディスレクシアの方とかそういう方もいらっしゃるということでもうそれだけそういう話を聞くとまさにもうこういう本当が出ると本当に革命的だったんじゃないかなと。 いいうふうふに思いました、うん、あのこうコメントでも来てるんですけれどもディ、はい、スレクシアはあの、まあ、私たちも起こることがあるゲシュタルト崩壊が、まあうん、すぐ起きるような感じなのかなって質問があるんですけどゲシュタルト崩壊とはまたちょっと違うとは思うんですけれどもね。 すみませんちょっとゲスタルト崩壊のメカニズムはずっと同じ字を見てるとだん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 認識がおかしくなっていくってことをねゲスタルト崩壊って言いますけどもやっぱりそのねコメントでもゼロと例えばあの数字のゼロとアルファベットの O がこう分かりにくいとかそれこそ6と9って話もありましたけどトランプのねカードのどっちが下ですよって書いてあるのと同じように逆さにすれば全く同じってことはじゃあ どれをね、その基準にしていいのかっていうことがこう分かりにくいっていうねそういう方がいてもおかしくないなっていうな,なんで自分はむしろ認識できてるんだろうってみんながこう自然にできてる人にとってはなんでそれできちゃってるんだろうっていうふうに思うくらいやっぱいろんなね,ね価値観の感覚の人がいるんだなってことを勉強になりますね。そそううですすね確かにそう思いますうただあの、まあ、先生あの今回専門家の先生がこれ例えですけれどもおっしゃっていたのは,は,は例えばあの自分にとってなじみのない言語 私の場合ですと例えばタイ語とかアラビア語ってちょっとよくわからないんですけれどもそういった場合ってまさにそういった文字をこう見た時にすぐにわからないとか分かっていてもすぐに読めないというところがまあ,あの イメージとしては分かりやすいんじゃないかなというふうにはあの専門家の先生はおっしゃっていました。なるほど、すごくね、はい、感覚分かってきました。うん、でえっ、ー、とちょっとお話戻しますと、すでにねあの VTR の中でもあの富士通の方がねあの 出てきましたけど UD フォントを導入している、ま、企業ですとかいろんな商品とかねそういうのもだんだん増えてきてるみたいです、ね、あ UD フォント歴史は古いですから徐々に徐々にこう増えてきているというところであの例えばもうお菓子のパッケージとかあの裏にこう成分表といいますか名称とかこう書いてあったり注意書きとか書いてあったりしますけどああいったところに使われていたりですねあるいは自治体が UD フォントを導入するケースというのもあります。 企業がまあ、今回、富士通さん取材させていただきましたけれども、あそあの富士通さんはですね、UD フォントをコーポレートフォントと、あの企業制定書体というふうに日本語では言うんですけれども、そのコーポレートフォントとして定めているので、例えばお客さんに見せる文章であったりとか、あ商品、そういったものを全社的に使っていこうというふうにして、UD フォントを使っているところもあるということなんですね。はい、だからあの、そうですね、名刺なんか映ってましたけれども、あれも UD フォントと。 いうことなんです会社の姿勢を示すことにもなりますもんね、<え>多くの方にあの、ね、理解してもらいやすいっていうね、まさにそういうことですね、藤田さんお話をおっしゃってたのは、ですねあのやっぱ UD フォントを使っていないと、あここの会社はまだ UD フォントを使ってないんだとか、<ー>そういうようなあの目でこう見られるときもあると、<laughs> やっぱりこうマイノリティの方にいかに寄り添うことができるかというのが、今、非常にあの注目、集まっているところだということです。うん、で あのテレビ朝日でもです、ね、その報道局で使っているテロップがありまして、はい、これをテレ朝 UD というふうに言うんですけれどもあこちら今出ておりますけれども、はいえー、地上波のニュースで使っている文字なんですが去年の10月からこれ使われていますで、えー、フォント会社あの今回の森澤さんとは違って、えー、とフォントワークスさんという別の会社なんですけれども、えー、そこと独自に開発したフォントということでして、えー、今これあの普段の地上波の放送で使われています。 皆さん気づいてましたでしょうか見ている方 <laughs> これになっていた <laughs> なんかあの確かにシュッとはしてるんだけれども、はい、こうねちょっと遠くから見ても見やすいそうなんですよね、うん、この UD フォントという文字をちょっとこう注目していただきたいんですけれども、はい、UD というアルファベットがちょっと大きく作られているんですねあのそれまでのフォントあのだから去年の10月よりも前に 照らされて、ね、使っていたフォントというので高さが違いますね。あ、そうなんですよ。フォントの f, f の横棒よりも、はい、u d の方がちょっと高い。そうなんですよ。<え>これちょっと大きく作られているんです。はい、あと数字も大きく作られているということなんですね。やはり数字非常に大事ですから、あの読み違えるとあの命に関わるような災害の時とか、あのそういう読み違えないようにですね、はっきりわかりやすく作られているというのがこのフォントの特徴です。はあ、はい。こうして見てみるとね、あの前回あの ね、一緒にお届けしたフォントの話は美しさとか,なんかそういうところも含めていろんなお話し,しましたけど、ね、これは本当に。 一人一人でも多くの人にわかりやすくこう情報を伝えるとか、あのストレスを感じないで見てもらえるっていうところを特化しているので、なんかもう本当にこれはねあの読み書きをする人にすべてに関係ある世界なんだなっていうことがあの多分ちょっと今ついていけないなと思ってる方もいるかもしれないんですけど、みんなにこうなんか通じるはずなんだならっていうことは分かってきましたね。そうなんですよね。なんから文字一つとってもこうデザインと見やすさというところですね。しかもまあこのユーディフォントというのはもうデザインも重視しながら え、皆さんも重視しているというところで、まあ、非常にすごいフォントなんですがで、今あの企業でこうそういう取り組みがあの進んでいるというところをご紹介しました。けれども、一方で教育現場でもまあ、今ちょっと進むかもしれないというところでですね。あの、ちょっとまた別の取材もしております。で、今、あの主に教育現場では教科書体が主流となって使われているんです。けれども、この教科書体。 以外にもですね、学校で使える UD フォントのバリエーションを増やそうということでえ今新たな UD フォントの開発が進んでいるということなんですえちょっと取材しておりますので VTR ご覧くださいこちらでは新しい UD フォントの開発が進んでいます正しい字の書き方を教える教育現場の需要などに応えるためマルゴシック体の新しい UD フォントが作られています 学校で習う形だと例えば2の縦線の一番下には羽がつくんですけれども、えっと、現在、えっと、丸ごし体のデザインではないので、えっと、羽ネをつけたりあとは目という形もこうループしているところが突き抜けていないデザインから、えっと、突き抜けているようなデザインに変更したりしました。 文字の形を覚えやすいよう、はっきりと分かりやすいデザインを心がけているということです。はい、というものですが、いかがですかね、ね今のフォントをご覧になって。ん,なんかあの目のところが突き抜けてないこともあるんだとかって、今すごいいいろんなこと考えちゃいましたね。やっぱり覚えやすいし、ね、文字の成り立ちみたいなその基本形。 まあちゃんと覚えられつつもなんかこうゴシック体などがちょっとポップさがね入ってきたりとかやっぱりこうアクセントをつけるっていう時にあるとすごく便利な感じがしますねそうですねもう本当に今もおっしゃっていただいた通りなんですけれども <laughs>、えー、あの「ゴシック体」とか「明朝体」という字はですねあの字の形がちょっと独特なんですねあのこちらご覧いただきたいんですけれども、えー、とすみませんこれは私のただの手書きの字なんですが。 印刷時形と呼ばれる字の形と手書きの形があるんです。で、ゴシック体とか明朝体だと割とこっちの字の形をしているんですね。ただ、我々が学校で習った字の形というのはこっちの字の形なんです。うんうん、という例えば、この令和の例と一はまあこの間になっていたりあとは特徴的なのは「信用ですね。この近いといととう字印刷字形だと 縦に針字になってるんですが、しかもこうなんか刺さってる感じですもんね、横がね。そうう縦に下がってるんですけど、<laughs> 手書きの形だとこういう筆使いということで、まあ書き方を覚える上でこういったあの手書きの形に今直していると。で現状この UD フォントで、えー、あのこういう形をしているというのは UD デジタル教科書体しかないのでですね。 今、この UD 学3丸ご宿体ということですべての漢字が網羅された新しい UD フォントをですね今作ってらっしゃるということなんです。来年度,来年度中にリリースされるということで今、作業進んでいるということなんですね。いや今の、ね、の形だってあの何気なくその あの印刷してる時のこう縦にシューンってなってるのを診療だと認識して読んでますけど、はい、よく考えたら自分で書く時と <laughs> なんかこうって変なな話ですよ、ね、そうですよ、ね、そうなんですよよねねそうんだからこういった文字の,あの形というのもまたディスレクシアの方にとっては同じ字なのかなというふうにこうちょっと戸惑ってしまったりする場面もにあの人によってはあるんじゃないですかね。これはもうあの、ね、ディスレクシアで日本語が 母国語の方以外にもあの海外で日本語勉強中の方にもやっぱりあの手書きのままの方が絶対優しいですよねもう本当まさにそのおっしゃった通りであのあ<ー>本当に外国人の方も増えてますけれども日本語であの同じ字なのかどうかということで戸惑ってしまうということであのそういった方にもこの教育する上ではですねあの非常にあの便利なフォントだということなんですね。 ね、あの今、外国語は日本外国の方が日本語のね勉強するときもっていうのはありますけどそもそもね SDGs の17の目標の中には質の高い教育をみんなにっていうのも、ね、入っているわけですよね。あ<ー>あの外国の方だけじゃなくてもちろん日本で生まれ育って日本語を学んでいく人も含めてやっぱり教育現場でこういった導入が進んでいくとますますやっぱりこう、ね、勉強しがいもあるしあの今までこうつまずいていて明日にもとても優しい、ね、あの理解が深まりますよねそうですね。うん まあ,あとそういう特性があるというその理解が進むということが非常に重要だと思いますねあの、うん、西川さんにお話を聞くとですね大学の講義でそのフォントを指定される授業があると例えばレポートを書くときに民調体で提出しなさいということで<う>でも西川さん、民調体がすごく苦手なんですね。 で教材が例えば民調体だったからということであの授業をちょっとどうしてもこう取れなかったりあるいはそのレポートが民調体ということでこう単位を落としてしまうというようなこともあったということなんです。で西川さんはですねもうすべての文字を UD フォントに置き換えるとかそういうことはあのそういうことではないんですけれども自分のようなあの人がいるということを知ってほしいというふうにおっしゃっていました。で一方で まああの高田さんはですね UD フォントはすべての人100%の人に読みやすいわけではないというふうにもおっしゃっていました例えばその UD フォントにこだわらなくても文字と文字の間のスペースそれをあのカーニングというふうに呼ぶんですけれども、はい、そこを文字と文字の間をスペースを調整することによって飛躍的に読みやすくなったりとか あとは白い紙ではなくて黒の紙に白い文字で印刷することで読みやすくなったりとか本当にちょっとした工夫であの人によって読みやすさは全然変わるということを知っておいてほしいというふうなお話をされていました。うん、こういったに、ね、あの知的の障害とは全く別の分野でこう自分が読みにくいものがあるとかこうなんか集中力をねこう かけてしまうようよな何かハードルがあるっていう人がいることをみんなが知れば、ね、そうやって「ごめんこういうふうにしてほしいんだよね」って「あ,あそうなんだ」じゃあこういうふうに変えようか」っていうふうにみんなが受け入れられる土そうですねもう本当にそにこれしかもあの普通に普通に見える方でも読みやすい文字だったりするのであの本当にこう一石百鳥といいますか。 あの本当に誰もがこう読みやすいという意味ではですね非常にあの UD フォント素晴らしいんじゃないかなとあの今回取材を通しして思いましたはいもうあのフォント愛について語っているといつまでもね終わりそうにないので,ね <laughs> そ,で、ね、そろそろここら辺で締めようかと思うんですけどどうも、はい、ありがとうございましたました,ただですねあのちょっと聞いた話をすると、はい、あっ何、はい、かもう終わりな感じになっちゃうんですけど <laughs> あの今月いっぱいで西井さんが記者を卒業しようと聞いたんですけども <laughs> え。 どこでその情報をご存知だったんですか。<laughs> なんかちょっとスタッフからもに伝わってきたんですけども。そう、ねえー、ちょっと好き放題やりすぎてしまったのかもしれないんですけれども。<laughs> いやまあそ,そんなことではないんですけれども、はい、ちょっとあのまたあの番組の方で VTR をこう作ったりするような仕事になるんじゃないかなというふうにあの今思っております。 じゃあそちらのねあの新しいところに行っても活躍してくださいね。<laughs> ありがとうございます。あとなんかフォントのネタがあるときは西井さんがまた特別ゲストで来ていただければと思いますんで。<laughs> ディレクターでお伺いします。<laughs> はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。